皆様こんにちは。今回は Android で Google Play から誤ってインストールしてしまったアプリの代金を払い戻してもらう方法と注意点を解説させていただきます。 Google Play では有料と無料のアプリが多数配信されています。有料のアプリをインストールする場合は基本的に認証が必要となるので誤ってインストールしてしまうことはあまりありませんが、求めていたアプリと違うアプリを誤ってインストールしてしまうことなどはよくありがちです。こんな時、一定の条件下であれば支払った代金を払い戻してもらうことが可能です。手っ取り早くアプリの代金を払い戻してもらう方法は、アプリインストール後2時間以内にそのアプリをアンインストールするだけです。これだけですぐに払い戻しが行われます。アプリをアンインストールして代金を払い戻してもらう方法は、1つのアプリに対して1回しか行うことができません。もし一度払い戻してもらったアプリを再度インストールしてしまった場合は、アンインストールしても払い戻しは行われないのでご注意ください。もし万が一同じ有料アプリを2度インストールしてしまった場合や、インストールして2時間以上経過してから誤った有料アプリのインストールが発覚した場合は、48時間以内であれば払い戻しリクエストの専用サイトから必要事項を入力して送信することで、 Google の判断と仲介の下で払い戻しが行われる可能性があります。このほか、アプリ内課金などのアプリ内で購入した場合の払い戻しも、払い戻しリクエストの専用サイトから行います。実際の払い戻しは15分以内から最長で2日以内です。またディベロッパーによってはアプリやサービスへのアクセスが以後は許可されなくなる場合があるので、こちらも注意が必要です。48時間以上経過した場合はアプリを提供しているディベロッパーに直接連絡することとなりますが、必ずしも払い戻しが行われるとは限らないのでご注意ください。またこの場合もアプリやサービスへのアクセスが許可されなくなる場合があります。アプリの代金を払い戻してもらう方法は覚えておくと万が一の時に役立ちます。ぜひ参考にしてみてください。以上、 Android と Google Play から誤ってインストールしてしまったアプリの代金を払い戻してもらう方法と注意点の解説でした。